ならん。俺日本の眼目とならん。我が大英がその元の美術人、その絢爛豪華な俳優陣の総力を結集して制作した日蓮と蒙古大襲来が、有史以来最大の国難に完全と立ち向かう日蓮の愛国の情熱が巻き起こす、数々の奇跡がスクリーンいっぱいに展開する日本映画最高最大の大スペクタクル巨編であります。最大の奇跡を想像を絶する迫力と感動で描く世紀の大スペクタクル。